ついに本番です。いよいよじゃな。大丈夫、あんなに練習したもの。僕たちならできるよ。言うまでもないね。ワン、ツー、立ちました。全力回避、フラグちゃん。あ、私この曲好き。私もです。このバンド今大人気だもんね。ああ、わしも注目しておる。え、せいちゃんまで。意外ね。破滅フラグさんはこういうのあんまり興味なさそう。え？と思ったら聞いてる。何？悪い？破滅くんもハマるなんてこれはよっぽどだね。別に、ちょっと聞いてみてただけだし。バンドってかっこいいわよね。私もやってみたい。わかります、憧れますよね。いいね、僕も興味あるかも。やっちゃう？そうは言っても気軽にやれるものではないじゃろ。そこなんですよね。でもさ、みんなでできたら絶対楽しいよね。なんかいい方法ないかな。あ、そうだ。俺の名はモブオ。どこにでもいる高校生だ。だったよ。師匠？モブオくんの学校、もうすぐ文化祭だったよね。学校行事は恋が芽生えるチャンス、恋愛フラグだよ。確かに。師匠が来たってことは、文化祭では俺も女の子からモテモテに。そのためには、何か注目を集めることをしなくっちゃ。なるほど。そこで、バンド結成。バンドができるって本当ですか、恋愛フラグさん。本当だよ。モボウ君の友達枠ってことで、文化祭のステージに僕たちも出してもらっちゃおう。なるほど、学生のイベントなら気軽にできるというわけか。考えたね。しかもモブ君の学校でなんて最高じゃない。ありがとう、レンレン。ちょっとちょっとちょっと、一体何の話？僕たちがバンドで文化祭を盛り上げようと思って。俺がモテる話はどこ行ったの？モブ君は僕たちをプロデュースしてよ。ライブがうまくいけばプロデューサーモブ君の株も上がって、注目されること間違いなし、人気者になれちゃうかもよ。待て、確かにフラグちゃんたちのビジュアルなら人気出そうだし、ついでにチケットがバカ売れすれば。こりゃ銭の匂いがするぜ。僕そこまで言ってないけど、まあいっか。よし、みんな盛り上がっていこうぜ。えいえい、おお。こやつがプロデューサーじゃと。人選に問題ありだね。お、二人はやらない感じ？そうは言ってないでしょ。なかなかないチャンスじゃからな。素直じゃないな。解散の危機。おほん、プロデューサーとして早速パートを決めたよ。まずフラグちゃんはギターボーカル。私がボーカル？自信はないけど頑張ります。ボーカルはバンドの顔だもんね。頼りにしてるよ。モブ君がチンチクリンを頼りにですって。それって私じゃ力不足ってこと？そうよね、私が悪いのよね。私なんか頼る価値がないってことだもんね。このまま誰からも頼られず一人ぼっちになっちゃえばいいんだ。突然の必須公文。失恋フラグちゃんはギターだから、ギターも花形じゃん。ギターはチンチクリンも弾くじゃない。おっと、ですよね、ですよね。ねえ、なんで僕がドラムなわけ？破滅フラグ君リズム感良さそうだし向いてるかなって。お前に僕の何がわかるのさ。勝手に決めつけないで。プロデューサーとは。わしはベースか。ちょっと地味じゃな。僕はキーボードにしよっと。っていうかこのメンバーチームワーク皆無じゃん。だいたいチンチクリンって結構上がり症じゃないの。ボーカルなんて大丈夫？失礼フラグさん、それって私じゃ頼りないって言いたいんですか？貴様らくだらんことで争うな。だいたい曲の方向性も決まってないのに、この議論って意味ある？何がどうしてこうなった？これもしかして解散の危機？結成から30分しか経ってないけど。それぞれの思い。なんだかんだで文化祭まであと1週間か。全員あれから音沙汰ないし、なんかバカらしくなってきた。もうバンドなんてやめだやめだ。ん？師匠と失恋フラグちゃん、なんで学校に？はあ、まだ落ち込んでるの？だって私がカッとなったせいで喧嘩になっちゃったし、でも今さら引っ込みもつかないのよ。どうしよう、レンレン。そう言われてもな、せっかくみんなで楽しくやろうと思ったのに。それは私だって同じよ。だから今日だってこっそり練習しに来たんじゃない。練習？え、生存フラグさんと破滅フラグくんも。おお、なかなかうまいではないか。
やってみると確かに自分の適性に合ってるのかも。モブオの言った通りなのは尺だけど。ベースにこれほどやりがいがあるとは知らなかった。わしらのリズムが崩れると曲全体に影響が出る。他のパートにも気を配らねば。バンドって共同作業だもんね。ん？貴様、分かっておったのじゃな。そりゃあね、僕なりに悪かったとは思ってるんだ。フラグちゃん。のぼうさん。練習してたんだ。聞こえました。実は、後悔してるんです。あの時なんで言い返してしまったんだろうって。せっかくみんなで。ちょっと、人が真剣に話してるのに。そうじゃないよ。なんだ。みんなそんなにバンドやりたかったんだ。ったく、世話が焼けるな。しゃあねえ、人肌脱ぐか。なんたって俺がプロデューサーだもんね。そんなわけで、俺からの頼みだ。いや、わしも協力が足りなかったな。反省しておる。ごめんね、モブオくん。その、悪かったわね、チンチクリン。いえ、私が頼りないのは事実なのに、こちらこそごめんなさい。言っとくけど、僕だってこのバンドが嫌なわけじゃないから。じゃあ改めて。おうよ、仕切り直しだ。みんな頑張りましょう。本番まであと少し。大丈夫、きっと成功する。だってみんな思ってることは同じだって分かったから。本番、ついに本番です。いよいよじゃな。大丈夫、あんなに練習したもの。僕たちならできるよ。言うまでもないね。ワン、ツライブすごかった。みんな可愛かったな。衣装もめっちゃ良かったね。聞いた？好評だったようじゃな。大成功だね。当然。そういえばモブオさんは？うわぁ、めっちゃ泣いてる。圧巻のパフォーマンス、感動した。君たちは俺の誇りだ。大げさですよ。いいから顔を拭け。プロデューサーがそれでは様にならんじゃろ。モブオさんのおかげです。モブオさんが私たちの気持ちを汲んでくれたから。よっ、名プロデューサー。まあ今回の件は認めてやらなくもないかな。ありがとうね、モブくん。大好き。衣装も似合ってるし最高だよ。今日だけにしておくなんてもったいないくらいだ。目に焼き付けておかなきゃ。実はですね、なんと今日の私たちがグッズになるんです。グッズ？ガールズバンドグループをモチーフにしたここだけの限定デザインだよ。どれも最高に可愛いわよね。めっちゃ欲しい。どこで買えるの？クラウドスクラッチのオンラインくじで9月13日金曜日から10月13日日曜日まで手に入るぞ。簡単登録ですぐ遊べるし、結果もその場でわかるの。当たったグッズは自宅に届くから、興味があるならやってみたらいいんじゃない。10回セット購入で限定ステッカーももらえますよ。君のところには誰が来るかな。それは届いてからのお楽しみじゃ。購入方法はこちらです。クレジットカードやキャリア決済も可能です。よっしゃ、早速セット購入だ。販売期間はこちらです。皆さんもぜひゲットしてくださいね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんって、フラグちゃん。